だよ今日どこだよさやかちゃん、ちょっと遠くないここ、すげえなんか寒いしさ、ね、雨降ってるしさ、ね、なんか今日プロデューサーからさ、うん、朝6時に来いとか言われてさ俺どこ行くのかと思ってさ愚痴ってるね今日、本当に今日なんか美味しいもん食べさせてもらわないとそれ気が済まないよね、やってるね本当に。しかもさなんか表漫才とかっていうポスターもあるしさあれこれどこですか本当にプロデューサー ね我々もさ、ね、着いたら何か非常におしゃれなお店に着いてしまったんですけども、さやかちゃん、百姓のパン屋農工房白金って、というとですね、さやかちゃん今回は我々群馬県のですね嬬恋村に来ております。もうサクッとなり初めての県外ロケでございます。そうなんですね、はい、多分次はないでしょう県外ロケ、はい、ということでですねこの群馬県の嬬恋村に非常にこの辺りのですね別荘の方にも人気の、そして非常にこだわりを持った美味しいパン屋さんがあるという情報をキャッチ。お、キャッチ、はい、しかもこのパン屋さんがサクとのつながりもあるそうなんです。あ、そうなんですか、はい、それ気になりますね。さあではですね早速行きましょう、この百姓のパン屋農工房白金亭から今日はお送りしていきます。美容室アップスではいつでも綺麗に、もっと綺麗に、そしていつまでも綺麗にの思いで、ファッションからアンチエイジングまで皆様に喜びを提供しています。はい、ということでですねこの北軽井沢嬬恋村にあります白金亭、今日は皆さんにご紹介していきたいと思いますけども、さやかちゃん、はい、我々の間にはですねこの白金亭のもうその名を親父肩書きが親父ですからね、はい、山崎豊さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず山崎さん、はい、この白金亭、この銀という字を書くわけなんですけども、はい、白金亭のこのこだわりといいますとどんなパン屋さんになるんでしょうか。やっぱねその食べて健康という一つのテーマで今までずっとやってきたんですよ。でやっぱり その食べる人の立場、まあ、そういう立場に基づいてパンを作ろうと。だから私のところは基本的にはその百姓をやってるのが母体なんですよ。じゃあそうしますと添加物なども、もう一切使わない。一切使わない。うわー、言い切りましたよ親父が、言い切りましたよではですねそんなこだわりを持つ、うん、もうとにかくですね材料あるいはこう添加物なども一切使わない、消費者の安心安全のみを考えて作っているというこの白金店のパン屋さん、早速ちょっとパンチェックしましょうか。はい、行きましょう。さあ親父、これだけねいろんなパンがあるんですけどもね、やっぱりこう人気商品ね、もう全部人気商品だと思うんですけども、はい、特に売れ筋状況をぜひ教えてください。第3位、うん、3位はね、うん、この食パン、山形食パン。ほー、出ました、山形食パンでございますけどもね、これ非常に美味しそうだね、うん、このねデザインからももうすぐにガブリつきたい気分なんですけどもさあそして親父、この食パンは、はい、原料の小麦にもこだわってると聞いたんですけど、うん、はい、あのね、これはあの北海道 の、うん、あの夢力だという、うん、その小麦と、はい、北の香りというものと、はいはい、ブレンドしてるんですよ。へえ、そういう形であの非常にその辺はこだわった食パンです。だから人気がものすごいあるんですよ。なるほど、はい、北の大地、北海道の小麦を使っているというこの山形食パンがこの第3位ということでしたけどね。第2位、第2位の商品はこれね、このクリームパンです。出ました、クリームパン210円。うわ、この光沢感も素晴らしいですよ、さやかちゃん。ねえ、あ、ちょっと、おやじ、いいですか、そんな、いいですか、そんなに。わ、このクリームパンの、このクリームが非常に美味しいです。食べてみてください。あ、いいですか。はい、じゃあ、さやかちゃん、ちょっとね、我々も早速いただきましょう。いただきます。いただきます。
こうなんかシュークリームを食べているようなですね、本当そんな感じです、ね、濃厚なクリームなんですよ。こんな濃厚なクリームパン、あの親父、私ですね、自他ともに認めるクリームパン好きなんですけどもね、そうなんだ、はい、今あの握手しましたけどもね、こんなに美味しいクリームパンはI don't know I don't know Me too, me too 言うて me too いやいやいや第1位ブルーベリークリームチーズ、あー美味しそう、これがすごくいい、出ましたよカメラさん、寄ってさあ出ました、このブルーベリークリームチーズ、これはなんかどんなこだわりがあるんですか、このパンには。いやこれはね、もう本当にあのいろんなことを考えながら作ったものなのですからね、一番とにかく人気ありますよ、もう、はい、チーズだったら女子は大好きですよ、おっと出ました、うん、チーズ大好きさやかちゃん、本当に好きです、いやいや、ではですね、あの親父、食べていい、はい、はい、どうぞ、いやいやいや、さやかちゃんどんな味なんでしょうかね、いやすいませんね、すいません、あ楽しみだし、さあ今ね親父の山崎さんがね、あすいません、そのチーズさん来てもらってね、食べやすいサイズに来てもらっちゃってね、やった、おいしい、さすがチーズがたっぷり入っててブルーベリークリームチーズはおいしかったよおやじもおいしかったよ、おいしかったねいいなまあいいや、うん、なんか聞きますと山崎さん、うん、近々佐久への出店も考えてる、はい、はい、考えてます、はい、北中込駅の近くに間もなくオープンということですからね、はい、ぜひ皆さんもです、はい、この美味しい味、安心安全の味が柵でも楽しむことができるんです。いや山崎さん、はい、今日はですね、はい、本当にこう美味しい味、はい、徹底したこだわり、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、やっぱりこうブルーベリーチーズ、はい、うまかったですか、美味しかった、うん、美味しかった、はい、せーの、サクッとテレビテレビちょっと早かったけどオッケーひとぴっちゃんひとぴっちゃんひとぴっちゃんクリスマスだよひとひとぴっちゃんひとひとぴっちゃんひとぴっちゃん、ということでですね、今日我々は佐久インターウェーブのセレクトショップ空からお届けしていきます。店長の木内店長にお話を伺います、よろしくお願いします、お願いします、お願いします。さやかちゃんもね、はい、普段すごいおしゃれなんですけどもね、はい、店長さん、木内店長さんもね、今日もナイスコーデですよね、ナイスコーデ、ナイスコーデです、コーデは、はい、コーデネートっていう感じもしますけれどもね気にしないでください、はい、さやかちゃんからもですね、はい、ぜひこのファッションについてもね、いろいろ聞いてもらいたいんですけど、今年はじゃクリスマスに向けて、はい、こう冬のおしゃれなんていうと、木内店長どんな感じになるんでしょうか、はい、今日着てきたんですけど、うん、かわいい女の子らしいフレアのスカートにちょっとモコモコした生地のニットをインしてみました、うん、かわいい、これすごい、ね、女の子らしさが出て、はい、かわいい、インすることでスタイルもよく見えて、うん、うん、なるほど今年っぽく着れます、うん、なるほどなるほど、はい、そしてこうさやかちゃんの、ね、近くにもいろんなアイテムがあるんですけども、キュリティション、今年はやはりこういったのチェック柄なんても人気なんですか。そうですね、クリスマスに向けてプレゼントにもぴったりなんで、うん、小物は結構いっぱいあるんでおすすめです。これさっきちょっと見てみたら逆にしても使えるんですよね、本当だ、リバーシブルで使えるんで、リバーシブルで、だからプレゼントに困ってる方はこういったストールとか小物だったらサイズ選ばないし、すごい喜ばれると思います。あ、なるほど。そして店長さん、はい、さやかちゃんの後ろにあるこちらも一応モコモコ柄のおしゃれなバッグがあるんですけども、はい、これはどんなアイテムなんでしょうか。今年はクラッチバッグが人気で、こういうファーのモコモコした素材が多いです、ね、さらに迷彩も流行ってて、そのしかも青バージョンでちょっとおしゃれ度が高いクラッチバッグかなと思います。なるほどなるほど、ね、ぜひ今年のクリスマスにあるいは年末になどにもですね、皆さん参考にしてもらいたいと思うんですけども、やはりこういった、ね、あのおしゃれなアイテム、私なんかねこちらクリスマスアイテムにもぜひおすすめかなと思うんですけどね、はい、なかなかナイスですね。そうですね、はい、あということでさやかちゃん、はい、なんかね今年のクリスマス、そして、はい、間もなくお正月も ねやってくるんですけども、はい、なんかこちらのお店ではお正月に向けてもおすすめ情報があるとか、はい、毎年人気のヘブ&アースの福袋はもちろんなんですけど、今年は
インポートミセスアジアンのお得な福袋を用意しています。あ、やったー、これは行かないといけませんね。そうですね、この福袋もねあるということです。サクッとテレビはい、さあそろそろ飯にするぞ。さあ飯にするぞ。あ、腹減った、腹減った。腹減ったな、腹減ったなという、いいよ、ほらほら、あ、すいません、すいません。ということでですね、今日我々はですね、こちら岩村田駅前のおしゃれなセレクトショップペイフォワードにちょっとショウンだ、新品で買いたいから、ペイフォワードに来ております。ペイフォワードと言いますと、もうサクッとテレビでもおなじみです。もうね、サクのファッション界といったらこの方、手塚店長にですね今日もお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シャキシャキということで店長、いよいよですね、世間はクリスマスシーズン、またですね年末お正月と、まあいろんなねおしゃれな機会も増えるわけなんですけども、今年のですね、このおしゃれ作のファッションを語る中で、ペイフォワードからのおすすめアイテム言ってますと、どんなウィンターアイテムが。そうですね、今年はやっぱりあの冬はどうしても寒いので、こういうセーターをたくさん当店では扱ってますね。これまたね、あったかそうですよね。これはね、生後3ヶ月の子羊の毛で作った、もうふわふわ、そういうね、鳴き声も聞こえてきそうですけどね、そういうちょっとセーターをたくさん取り扱っているので、まあ男性陣に、まあ、トレーナー、いつもトレーナーとかパーカーの方たちもね、ちょっとシャツの上にこうセーターを着ていただければいいなと思ってますね。なるほどなるほど、まあったかく、はい、よくで、まあ大人っぽくね、していただければと思います。さやかちゃん、そろそろですね、世間はクリスマスシーズンですよ。でプレゼントどうしようかなと思ってるんですけど、どんなものをプレゼントしたら喜ぶんですかね、男性の方は。何でもいきますよ。何でもいいですか。何でもいいですよ。僕太郎だよ、僕太郎だよ。太郎もおすすめですか。太郎もおすすめですね。太郎もおすすめだって、太郎、本当ここになんかね、指輪とかブレスレットつけたら。あー、粋ですね。ね、なるほど、そんなね、粋な太郎が。太郎以外でないから。太郎以外ですか。ちょっとお待ちくださいね。もうセーターを、まずこのセーターがいいんですけども、少し、あの当店は面白いものがあるので、おしゃれ、こういうセーターですけどね、袖も背中もトレーナーなので、窮屈が苦手な男性、着てしまえば終わり。あ、それがいいです。そういうのがとてもいいかと思います。これいいですね。これ男性に。なるほどなるほど、シャキシャキということでですね、これでいいと思いますよ。あ、いいですね。蝶ネクタイがそのまま、ね、あ、それも、はい、あ、はい、いい、シャキン。手塚店長、はい、ペイフォワードの福袋と言いますと、はい、実はあのあまり CM をしてないので、はい、皆様には知られてないんですけども、この狭いお店の中にちょっとぎゅうぎゅうに入るぐらいね、朝皆さん並んでいただいてるんです。あの福袋をもう店内で、まあ、自分が仕入れてきたものの中からこう、はい、選んで作ってますけども、1万円の福袋と2万円の福袋、はい、まあ、4倍から5倍ぐらい中に入ってますので、全部じゃ手塚さんが選んで、あの、それをやらないと年末が終わらないので、あ、じゃあもうそれ間違いなく当たりで、全て当たりの福袋ですね。なので年末はもう寝ずに作って、はい、でまたあの福袋当店は1月3日の11時からになるんですけども、そこでは家族総出で販売をいたします。岩村大駅前のペイフォワード、小池店長、今年1年振り返ると、ね、はい、いろんなことがありましたよね。ありましたね。変身コーナーとかね、楽しかった。今年は、はい、あの変身コーナーをね、やっぱり本当評判が良くて、あの私もやってて一番楽しい企画だったと思いますね。なのでまたどこかでそういう企画をね、入れていただければと思いますので、はい、サクッとテレビペイフォワード。あれ、高見沢さん、さやかちゃん、俺の太郎は、太郎ちゃんはどこ？太郎ちゃん。さあ、知ってます。いや、わからないです。あ、太郎。に。さあ今日はですね、シリングの高見沢さんにこの冬のおすすめアイテム聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。とこの秋冬で一番売れているのが、はい、まあ、ここのパーカーやトレーナー全部そうなんですけど、
あの、まあ、ここに書いてある通りウォーターガード。おーウォーターガード、はい、なるほど。これやっぱじゃあ水をもう完璧に弾いちゃう。そうですね、もうこの写真の通りなんで、はい、超撥水の、はい、加工がされてます。じゃあ例えばさやかちゃん、うん、ゲレンデに行った時とかね、こう外で雨が降っちゃった時なんかもこのウォーターガードで安心安全。そうですね、はい、まあ、いろんなアイテムがあるわけですね。さらに何かこうおすすめのアイテムといいますと、どの辺がありますか。まだこれもちょっとすごいのが、はい、あのまあ、街でも使えるんですけど、あとそのスノーボードで使う時にちょっと暑い時なんかはここにベンチレーションがついてるので。ベンチレーション初めて聞いた、はい、まあ、あのスノーのウェアとかは大体ここについてるんですけど、あ、暑い時は開けて、まあ、寒い時は閉じるみたいな。それがパーカーについてるんですか。はい、パーカーについてます。そして高見田さん、ここにですねナイスなこうギターがあるんですけどね。チャンチャチャララ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 ン、チャンチャチャララ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 。このギターなんかもおすすめですか。はい、おすすめですね。あ、おすすめだし、はいはい、ありがとうございます。おすすめ聞こえてありがとうございました。こちらシリングではどんな福袋が出るんですか。うちの福袋の特徴は、あの売れ残り商品とかではなくて、あの普段店頭に並ばないあの福袋限定のアイテムが入ります。福袋でしか手に入らない。そうですね。あ、それは買わない。なのであの外れは絶対ない。ないですね。ほう、ちなみに価格はおいくら万円ですか。おいくら万円、通常、はい、その定価で、はい、まあ、4、5万の商品が1万円です。1万円だろうもクリビツ。いや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 、1万円はすごいですね。これ発売日は1月2日からなんですけど、はいはいはい、うちは、まあ、店頭で並ばなくてもいいように、あの12月から予約も受け付けてます、はい、予約もできるんですね。予約できる福袋、これはさやかちゃん便利ですよ ね、そうですね、はい、サクッとテレビシリング。あ、かわいい。あ、パイナップル柄とかあるんだ。これかわいいんだ。あれあれビューティーだよね。メガネオンメガネじゃん。あ、さやかちゃん、今日ね、こんなとこにも、うん、うん、今日ね、ご紹介するのは今年最後になるんだけれども、うん、急に始まるね、うん、今回は究極の育毛シャンプー、ほう、その名も金のグロイングシャンプーと言います。グロイングっていうのは育つよく知ってるね。すごいでしょ。あのグロイングシャンプーっていうシャンプーがあったんですけども、そこにさらにこう育毛成分を、今最新の育毛成分を、うん、プラスして、もうプレミアムな金のグロイングシャンプーって形で発売になった最新の育毛シャンプーです。育毛シャンプー、はい、うん、育毛シャンプーってさやかちゃん多分いろいろ聞いたことあると思うんだけども、このシャンプーは育毛剤の中になんとシャンプーが入っちゃった。じゃあそのまま洗えるんでしょ。そう、育毛剤でシャンプーしちゃ う、育毛剤でシャンプーしちゃう。そうそうそう、新しいコンセプトのシャンプーなんです。ところでさやかちゃん、うん、人間は普通に生活してる中で1日髪の毛って何本ぐらい抜けるか知ってます？あ、なんか聞いたことある。100本。あ、正解。イエーイ。1日に100本ぐらい抜けるんだけれども、うん、この秋から冬にかけてはその100本が急激に増えてしまう時期なんです、うん、そうなんだ、やばいね。やっぱり気候の変化で寒かったり、うんね、急に寒くなったりして、うんうん、ホルモンのバランスとか、あとは夏にこう受けてしまった紫外線のダメージ、そういったのですごく抜け毛が多くなる時期なんですね。なので毎日のねシャンプーの中で、あの育毛生活が、あの簡単に始められる。へえ、いいですね。略して育活シャンプー。これをぜひこの秋から冬にかけて、うん、抜け毛や薄毛で悩んでらっしゃる方、ぜひ使っていただきたいなと思います、はい、というわけで、はい、今回も、うん、テレビをご覧の皆さん、まさか3名様に、3名も、はい、この、はい、プレミアムな金のグロイングシャンプーを3名様にプレゼントします。パチ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 。ぜひテレビのご覧の皆さん、ここですかね、こちらまで、はい、ご応募ください。ご応募くださいね。お待ちしてます。お待ちしてます。
そうか。聞くじゃない。ああ、そうね、そうね、そうね。はい、ということで、さやかさん、はい、この時間はですね、桜井来家降りてすぐ、このアップス部屋からお送りしていきたいと思います。はい、佐々木店長にね、お話を聞いていきたいと思いますけども、はい、いや、この笑うとこぼれる白い歯、またまたたまりませんね、店長。はい、さあ店長、はい、やっぱりね、これから年末にかけて、そして新しい年が来るにあたって、はい、皆さんこうおしゃれをしたい、はい、ね、いろんなところへ出かける方も多いと思うんですけども、はい、まずこの冬、何かこうさやかちゃんのようにですね、美しい女性、そうですね、おすすめのこう、はい、ヘアスタイル、はい、あるいはこうスタイリストから何かこうアドバイスなんてはどんなものがあるんでしょうか。はい、そうですね、やっぱ冬になるとあのコートとかセーターとかが、着ることが多くなると思うんですけれども、やっぱそうなってくるとやっぱバランス的にね、あのパーマとかをかけてちょっとこう髪の毛もふわふわさせることによってこのバランスが取れるようになりますね。まあ、今年はねちょっと強めのパーマとか流行ってるので、そ う, はい、そういうのもいいかなと思います。なるほどなるほど、ためになりますね。で、この強めのパーマなんて言いますとね、私は単なるくるくるパーなんて言われておりますけどね。はい、なるほど、ね、なるほど。じゃあそうすると今年の冬はそういったこうね、ちょっと髪の毛にアクセントをつけるのもですね、はい、あ、なるほど。せーの、サクッと、あれ、ちょっと、以前にですね、お父さん変身コーナーで見事なあのヘアスタイルを演じてくれたあのカリスマオーナーが今日ちょっと見当たらないんですけども、あれ、オーナー、オーナー、いないよ、オーナー、ないね。あれ、店長、オーナーはどこ行っちゃったんですか。オーナーはですね、はい、今野沢にあるジパング美容室に今います。あ、そうなんですか。なるほど。じゃあそうしたらですね、これからですね、はい、このジパング美容室と、はい、そしてアップスヘアのですね、さらなる発展を願いまして、ではサクッとテレビで締めたいと思います。では佐々木店長、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。ではカメラ目線で参りましょう。サクッとテレビアップスヘア、ジパング美容室、よろしくね。サクッとテレビということでですね、いや、今日我々ですね、この時間、岩村とのブランカに来ています。あ、いや、美味しそうなメニューだね。ね、この中華そばなんて美味しそうだけれどもね。おもてなあ。じゃあ行くか、今日はな、もうプロデューサーの森だ、行くぞ行くぞ。いやー、さやかちゃん、素敵な店内だよね。ね、これからのクリスマスシーズン、そして新しい年にぴったりのこのレストランブランカ、いやー、食事まだかな、ね、まだかな、まだかな、いらっしゃいませ、いつもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもどうも、びっくりしました。どうも、いらっしゃいました、ジェームスでございます。太郎ちゃんまで一緒に連れてきてもらって、また登場しましたけど、太郎元気だったか、太郎元気だったか、会いたかったぞ太郎。はい、ということでですね、このブランカンの中澤マネージャーと田畑シェフにも登場いただきましたけれどもね。はい、いやー、中澤さん、はい、まずですね、はい、まあ、これからクリスマスシーズン、本当にね、こうブランカンのクリスマスディナーといいますと、はい、毎年楽しみにされている方多くいらっしゃるわけなんですが、はい、今年はどんなメニューになっているんでしょうか。はい、そうですね、今年はですね、12月の22、23、24の3日間でございまして、クリスマス特別ディナーというのを開催します。ですね、あの普段とはまた一味違った、完全予約制ということで、夕方の6時半受付、7時の一斉スタートということで、まあ、あの内容については、ね、まだちょっと秘密の部分もあるんですけど、はい、そうですね、はい、まあ、一言言えるとしたら、まあ、氷と炎の共演、コラボレーションできたいな。おお、ちょっと待った。ちょっと待った。氷と炎のコラボレーション。さやかちゃん。何？これはどんなものが出てくるんでしょうかね。シェフ、ちょっとだけ教えて。いやー、そうですね。まあ、難しいところです。難しいってよ。そうですね。やはり驚きをやっぱ後では与えなきゃいけない。ですので、まあ、最初にちょっと種明かししてしまいますと、ちょっと楽しみがなってしまいますので、はい、ブランカンでは、やはりこの年越し、そして新しい年に欠かすことのできないおせち料理、おせち、はい、これも人気だと聞いています、はいはい、毎年ですね、私どもあの手作りで販売しております限定のおせちがございます。今年はですね、170個の限定販売ということで、また私ども一生懸命作りますので、皆様ぜひご予約いただければと思います。じゃあ皆様ですね、はい、今年一番のカメラ目線でよろしくお願いいたします。はい、ではサクッとテレビ、声高らかにご唱和をよろしくお願いいたします。はい、それでは参りましょう、せーの、サクッとテレビブランカン。
今日生放送前なんですよね、うん、これからの10時15分から、はい、ジュエルボックス KDC が始まります。今日のパーソナリティはかなことあゆみんです。よろしくお願いしま す, しします。そしてカメラさん、カメラさん、こっちこっち、私たちの見て、はい、今日のゲスト、スペシャルゲストです、松井悦子さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、世界初エレキ琵琶の奏者ということで有名なんですよね。テレビや映画の音楽などね、うん、はい、あの作曲もなさったり編曲もなさっていらっしゃるということで、はい、はい、今日はどうもようこそいらっしゃいました、うん、ありがとうございます。こちらこそ、寒い新州へようこそ。身が引き締まりますね、はい、まずはこのエレキ琵琶の話から始まって、あとはですね、新曲の、僕のハートは水軍船というね、ローカル線の歌 と,、うん、とまだあの先行発売中なんですけど、ばあちゃんの歌を、シングルカットしましたので、その、告知に参りました。ポスターですね。ポスターでカメラマンさん撮ってください。はい、またイメージが違いますね。ところがですね、 これがですね、あの25駅ですね、全部全部松井さん。そうなんですよ。もしかしてあのセーラー服着てるのも。そうです。やっちゃいましたね。やっちゃいました素敵。はい、その水軍船っていうのは、はい、ご当地の茨城の。そうです、茨城の、うん、まさに自分の地元の、はい、線路でございますね。柵でいうと小見線みたいな。あ、そうね、小見線、ね、じゃあ松井さん一言お願いします。はい、これからも音楽で世界を元気にできるように頑張りたいです。サクッとテレビ夢で見るような不思議あるじゃあ今年1年、はい、いろんなロケがあったよね。いろんなロケあったね。佐久平のファッション、うん、グルメ、エンターテインメントをサクッと伝えるサクッとテレビ。いやー、皆さんいかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。まあ、2014年もですね、残りわずかとなりましたけども、はい、またぜひですね、この番組ではこの佐久平の今を皆さんにサクサクッとお伝えしてまいりたいと思いますよ。さいかちゃんは今年1年振り返って、うん、どんな1年だった。いろんな出会いがあって、うん、すごい充実してました。うん、素晴らしいね。まあこの番組を通していろんなロケがあったよね。いろんなロケありましたね。いろんな美味しいものも食べたし、ね、脱いだりもした、ね、そしていろんな人にも会いました。何よりの宝物はお茶の間の皆さんの笑顔です。またぜひ皆さんどこかでお会いしたいと思います。はい、その時までお元気でいてください。はい、2014年も残りわずかね、皆さんにとって素敵なクリスマス、はい、また素晴らしい年が来ることを願いたいですね。はい、じゃあさやかちゃんからもですね、カメラ目線でお願いします。はい、皆さん1年間ありがとうございました。また来年もお願いします。メリークリスマス。そして皆さんのお相手はジェームズでした。最高の2014年のクライマックスが、そして来る年2015年が素晴らしい1年となりますように、ジェームズ心から祈ってます。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。ではやはり最後はこのポーズで、お茶の間のあなたも一緒にお願いします。せーの、サクッとテレビー。